この旅のゲームはどう転ぶのか、委ねるもよし、抗うもよし、いずれにせよわしに残されたわずかの命をトスに値する、実に楽しい宴よ。1日をかけてたどり着き、そして再びゼロに戻る。23時59分までは確かに数えただろう。しかし24時にたどり着くことはできたのだろうか。たどり着けず再び0時に戻ったと考えれば、それはなんとも虚しいことよ。わしは違うぞ。わしは生きて24にたどり着く。そここそが黄金郷、ベアトリーチェの住処なのだから。
僕も。すみません。すぐに戻らなくて、その…さて、親方様が至急、書斎へ来るように投稿する。急ぐ。はい、かしこまりました。一体何事なの？不吉な予感がするってさ、自分の儀式を起こしたわけ。都合のいい話さ。大田に気取られぬよう、裏から行って、足音に気をつけ。はい、姉さん、注意して。姉さんは賑やかだから。源氏様。うん、急ぐぞ。いかがなさいましたか、源氏様。結界が死んでいる。え？ああ。親方様、親方様、源氏でございます。ここをお開けください。シャノン、背中を守れ。カノン、室内を探れ。はい。親方様はいらっしゃられるはずです。ですが、静かすぎます。ご無事だということか。いえ、静かがすぎます。まさか、そんな。親方様、扉を失礼させていただきます。失礼いたします。
お越しでございましたか、ベアトリーチェ様。源氏か、なかなかに早いな。やはりカグは主の呼びかけに素早く答える方がよい。こやつとは大違いだ。ロノエ様もお越しでしたか。だいぶの久しぶりになりますね。それにしても老けましたね。それだけの弱いを重ねましたか。充実した日々を過ごしております。ロノエ様におかれましてもますます充実されておりますようお見受けいたします。ええ、おかげさまです。そしてシャノンも久しぶりですね。君は随分と美しくなった。そして随分と強くなったようですね。良いことです。ありがとうございます。姉さん、あいつは一体。カノン君とは会うのは初めてになりますね。私はベアトリーチェ様の家具頭を任されておりますロノウェと申します。源氏さんの古い馴染みですよ。あなたと同じに私も家具です。使える主は異なりますが。わらわもすっかり嫌われたものだ。坊主憎ければ袈裟までなんとかとはよく言ったものよ。わらわが金蔵に伝えたのは二つ、良い知らせと悪い知らせだった。良い知らせは儀式を終えずしてわらわと再会できる幸運を得たこと。悪い知らせは金蔵が儀式の一番最初の生贄に選ばれてしまったことだ。こればかりはわらわにもどうしようもない。実に気まぐれにルーレットにて決めたのだから。嘘をつけ。もて遊んで殺しているくせに。よして、カノン君。さて金蔵、そろそろ負けを認める気になったのか。これにてわらわとの長きにわたる勝負は決着だな。是非もなし。これもまた一興か。わらわもだ。そなたとの勝負に決着がつくことは万感の思いあれど、もはや恩習を超える。楽しかったぞ。退屈しない数十年であった。チェックメイト。これがわらわからそなたへの手向けだ。心置きなく眠れ。
むごい。お前が言うか、ふさわしい死に方だと思っているくせに。なぜお前が姿を現している。僕たちに何か用だとでも言うのか。よしてカノン君、ベアトリーチ様を挑発してはダメ。すっかり怯えさせてしまいましたね。わらわはつくづく、カノンとは仲良くなれぬようだ。そう嫌いでもないというのにね。カノン、ベアトリーチェ様の御前であるぞ。言葉遣いに気をつけなさい。ああ、構わぬぞ、源氏。好きに言わせてやれ。わらわは寛大である。何が寛大だ？わらわは死にゆく者には、いつだって寛大である。安心せよカノン。そなたらがここに訪れたから生贄に選ばれるのではない。生贄に選ばれているからこそここに呼ばれているんじゃないか。なんだと。感謝せよ、家具どもよ。そなたたちの苦難の日々は、今宵ようやく終わりを迎えた。それを告げに訪れたわらわに感謝せよ。かしこまりました。それをお望みでしたら。源氏様。親方様亡き後は、ベアトリーチェ様が我らの主、その求めに応じるのが我らの最後の務め。シャノ、カノ、今日までよく使えた。そのローカもこれにて終わりだ。源氏はさすがですね。同じ家具としてあなたを誇りに思いますよ。シャノ、異論はないか。はい。ジョージ様から指輪を贈られたそうだ。それでもなお未練はないか。はい、カグの身に過ぎた幸福でした。指輪を頂戴しただけで私の思いはすでに達せられております。シャノンがそこまでの落ち着きを得るとは少し驚きでした。あなたも家具として達観したようですね。惚れた男と夜も共にできず、少しは悔し涙をこぼさんのか。退屈な女よ。ベアトリーチェ様ごときにこの気持ちはわかりません。私たちの命をご所望でしたらどうぞお受け取りください。私たちは慎んでそのお務めを全うします。それによくぞ言ったな。ベアトリーチェ様の苦手なタイプのようで。最近小やつめはだいぶ達観しよった。どうも前回いじめすぎたようだ。それを言ったらバトラもかい。わらわはまだぬるいのか、それとも追い詰め方が下手なのか。いずれにせよ面白みのないやつよ。しかしお前はまだわらわを楽しませてくれそうだよな、カノン。カノン君。
カノン、わらわは退屈を何より嫌い。そしてお前を除く二人が素直に死を受け入れるもので面白くない。だからそなたにはわらわの期待を裏切らないでもらいたいものだ。僕を慰み者にしようというのか。煉獄の七姉妹が長女、ルシファー、いでよ。傲慢のルシファー、ここに。カノン、カグに魔女と戦えというのも酷な話よ。そなたがいくら怒りに駆られようとも、勝算のない戦いでは希望も持てまい。無論、勝ち目のない戦いでは、わらわも退屈というもの。ならば、カグはカグ。家具同士で決着をつけてはどうか。それならば勝てる希望も持てるであろう。恐れながらベアトリーチェ様、私がそのような出来損ないの家具に劣るようなことがありましょうか。こんな可愛い子に私が万一にも負けるようなことなど。我が家具、煉獄の七杭を打ち破ってみせよ。そうだな。13人の生贄を逃れることのできる5人を、そなたに自由に決めさせてやろう。そなたの推薦する5人を、わらわは無条件にて、黄金鏡に迎え入れる。それならばどうか？そなたは家具は嫌だと泣いたな。そなたの望み叶えてやろうぞ。枕を濡らしてまで望んだ人間の体を与えてやろうぞ。どうだ。そうすればジェシカとも結ばれるぞ。おお、ちょうどよい。黄金鏡へ招ける5人にジェシカとそなたを推薦すればよい。自分だけが幸せになることに抵抗があるならば、さらにシャノンとその思い人であるジョージを加えればよい。義理があるならばさらにゲンジも加えればよい。おお、これで5人だ。十分ではないか、カノン。これだけのご褒美があれば。そなたはわらわを退屈させはしないよな。どうせ戯れよ。耳を貸す必要はない。僕は嫌だ。姉さんはそれでいいの？僕は嫌だ。幸せになりたい。家具なんてもう嫌だ。人間になって普通の恋がしたい。僕も姉さんのように海が青いってことを知りたいんだ。若いですね。羨ましい。だから若者は好きなのだ。ゲンジ、シャノンは下がれ。カノン、ルシファーは前へ。仰せのままに。気に入らないわ。ベアトリーチェ様は無理でも、私にだったら勝てるかもしれないという見下しが、最高に気に入らないわ。魔女の家具、いつまでも僕を見くびることができると思うな。
そら、楽しい見せ物の時間であるぞ。くそ、またおかしなことになりやがった。魔法バトルなんて認めてたまるかよ。ほらほら、目をつむらずにちゃんと見ろよ。ほら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 、魔法だよ、家具だよ。そなたがどんなにわらわや魔法の存在を否定しようとも、ほら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 、こうして目の前でブオンブオンカキンカキンやられちゃ台無しだよな。ほら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 、もう思考なんて止めちまえよ。魔法はあるんだって、これはファンタジーなんだって。目を閉じるなよ、しっかり見ろよ。ほら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 、畜生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 、魔女を認めない、魔法を認めない。でもこんなにあからさまにやられちまったら、なんだって、いや、いいんだ。くそ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 、ほーら、目を背けるなよ、しっかり見ろよ。魔法はあるんだよ、ファンタジーなんだよ、推理ごっことかやめちまえよ。知ってんだよ、物を考えんの本当は苦手なんだろう。やめちまえやめちまえ。ほらほら、どうせファンタジー、どうせファンタジー。うるせえうるせえうるせえ、俺に話しかけるんじゃねえ。こいつ意地になっちゃって、私になら勝てるなんて思い上がりをしたことを、今すぐ床に這いつくばって謝ってごらんなさい。そうしたら特別に許してあげてもいいわよ。生きながら生皮を剥がして絶命するまで全身を鞭打ってのた打ち回らすのを特別に許してあげてもいいわよ。かわいい子なんだから謝っちゃいなさいよ。そうしたらあなただけは最高に素敵な気分の中で優しく優しく行かせてあげる。黙れ魔女の家具、お前と問答するつもりはない。私なんか眼中にないというのね。気に入らないわ、威風を感じないその目、本当に気に入らないわ。はぁ、カヤツ、サタンの時よりも筋がいいではないか。だから人間は恐ろしいのです。たまに魔女にまでなり、悪魔を執事扱いにしたりいたしますよ。わらわはどちらを応援すればよいというのか。こいつ私と互角に渡り合うというの。僕を見くびるな。お前にそのおごりがある限り僕には決して勝てない。この煉獄の七姉妹が長女ルシファーを刺して決して勝てないと、この思い上がりが。これまでだ。お前は僕に決して勝てない。な、何よこれ。この私がこんなの、何かの間違いよ。
やるなあカノン、見事だ。わらわを退屈させなかった。それに比べわらわの家具のなんと情けないことか。ルシファー、お嬢様を退屈させていますよ。やはりあなたには荷が勝ちすぎた相手でしたか。失望するぞ七食いの長女。この出来損ない家具が！よくも私にここまで恥をかかせたな！殺す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 ！このぬるまが私の姿をもはや追うこともできないくせに。もう遊ばないよ。本気で怒ったわよ。お前の心臓を一撃で貫いてやるよ。ぶっすりざっくり貫いて真っ赤な血の噴水を天井にまで届かせてやるよ。死ねー！カノン君。これだから人間は恐ろしい。紅茶はいかがですかな。今はよい。紅茶もいらぬほどに面白い。カノン君。おごったな。だからお前は僕に勝てないんだ。ベアトリーチェ。Thank you.
見事ですよ、カノン。あなたの奮闘により金蔵の研究の正しさが一つ実証されました。人の心はあらゆる可能性を秘める。いやはや、これだから人間は恐ろしい。あっぱれであるぞ、カノン。そなたは勝利した。見事だ。大丈夫、カノン君。見事であるぞ、カノン。実に見事である。わらわも少しは番狂わせを期待した。それを裏切らぬとは。そなたは誠に素晴らしき家具であるぞ。見直した。正直見直したぞ。約束を忘れてはいないだろうな、ベアトリーチ。もちろん忘れてはおらぬぞ。魔女も悪魔も非道ではある。だがしかし、契約に限っては人間など及ばぬほどに高潔だ。わらわは保護にはせぬ。そなたが勝利したなら、13人の生贄を逃れることができる5人を自由に決める権利を保証した。ベアトリーチェ様、私はまだ敗れたわけでは。お嬢様、さすがやりすぎ。それもそうであるな。許してやるか。もはや許したぞ。さて、カノン、続けようではないか。何をだ、まさか彼女にとどめを刺せとでも言うつもりなのか。ああ、違う違う、まだ終わっちゃいないだろうが。何をだ、はぐらかすな。わらわは確かにそなたと約束したぞ。わらわの家具煉獄の七杭を打ち破ったなら、とな。さあさあ、おいでなさい、煉獄の七杭、不甲斐なき長女の六人の妹たち。配ってるの？お前たち。だからお姉様はダメなのよ。長女を偉そうに名乗るくせに上っ面だけなのよ。まったく、ルシファーお姉様一人の集体が私たちへの評価を下げるのよ。恥を知りなさいな、この未熟者が。でも、いい気にならないことよ。ルシファーお姉様なんて、威張ってるだけで姉妹の中じゃ大したことないんだから。だからルシファー姉は何もしなくていいといつも言っている。お姉様は威張ってだけいればいい。荒事は全て
優秀な私たちで片付けるのだから。お姉様どうする？私たちはお姉様のプライドを尊重して、そのボロボロの体で再び挑むのを期待して手出しをしないつもりなんだけれど。でもカノン君は強いわよね。今のお姉様じゃもうどうあがいても勝ち目はないわよね。お前たちやれやれ、いつもにぎやかな姉妹たちであるな。今は仲違いをしている場合か。そなたらは7人揃ってこその煉獄の7姉妹であろうが、仲良くしてわらわの仕事を遂行せよ。迅速に。ねえルシファーお姉様、私たち妹の力が足りたいのな。言ってよ、お姉様の口から助けを求める言葉が聞きたいの。私はこれ以上苦労する気か。愚かで気弱で見苦しくて情けない。この長女のルシファーをどうか妹の皆様お助けください。で、ねえ聞かせてよ。それを聞かせてくれたら助けてあげる。それでいいわよね、みんな。お前たち、おのれ。私がそのようなことを口にできるものかよ。早くせよ、どうせお前一人では拉致が開かぬわ。早く七姉妹にてカノンを撃て。ソラ、どうしましたか。グシファ、お嬢様の命令です。ひどい。情けない、情けない、この長女ルシファーを。どうか、もう十分だろう。さあ姉妹たち、我らの力を見せてやろう。私は全部聞かなきゃ満足しないわよ。ほらほらお姉さま、続けてよ。もう十分よ。さあこの屈辱は姉妹全員の屈辱、生かして返しはしないわよ。さて哀れな家具をどのように遊んでやろうかしら。素敵な提案はある？はいはい、ベルゼは仲良く7人でカノン君を分けっこしたらいいと思います。良い提案だな。それでなら姉妹でみんな仲良しだ。なら私頭部ね。手足はあんたらにあげるわ。やだやだ、ダメ、私が頭なの。そんな約束意味があるわけないでしょ。早い者勝ちに決まってるわ。どんな殺され方がいいかカノン君に提案があったら教えてね。七姉妹でとびっきりの殺し方をしてあげる。くそ、くここまで恥をかかせたんだもの。八つ咲きでも足りない、百咲きにしてくれる。行くよお前たち。お姉さん、you
何？ずるい！あんたは関係ないでしょ？きっとこれはあれよ。私たちと一緒に遊びたいのよ。なら私がもらうわ。いただき！ベアトリーチェ様、シャノンを私たちの獲物にしても？ん？ああ、構わんぞ。好きにしろ。お前たちの悪敷にはカノン一人では足らなかろうしな。ありがたき幸せ。さあ、シャシャリ出てきたことを後悔させてやろう。どっちがどっちかわからないくらいの肉片にして、混ぜて混ぜてミンチにしてハンバーグにしてあげる。バカね。それよりあの結界を破る方が先でしょうが。食い意地より先に仕事しなさい。はい、お姉さん。結界ではその子たちを防ぎきれないことは知っていたでしょうに。なぜ見過ごせないからです。シャシャリ出なければ眠るような死を与えてやったのに、なぜわざわざ七姉妹の前に身をさらすのか。死は同じではないぞ。苛烈な死は死してなお苛むぞ。どうぞお好きなように。あなたがしたいことを好きにするように、私もしたいことを好きにしたまでです。どうにもそなたはこのところ面白みに欠けるな。恋というやつは達するかどうかのあたりが一番面白い。達してしまった後の女はさながら産卵を終えた鮭のごとしか。そなたにはもう飽きた。ありがとう、魔女から聞ける言葉で最も嬉しい言葉です。ならせめて最後にわらを思いっきり喜ばせる死に方をしてみせろよ。七姉妹よ、聞こえたな。シャノンの殺し方、お前たちの残虐の限りを見せてみよう。シャノン、申し訳ございません。やはり私には源氏様の高みには至れませんでした。姉さんはバカだ。僕なんか放っておけば姉さんまでひどい目に遭うことは。いいの。ジョージ様に指輪をもらって、女として生きられたあなたをかばって、姉として生きられた私のせいは、すべてこれで未練なく全うした。なあ、イライラするぜ。その達観が本当にイラつくぜ。だから家具なんだよ。お前からは人間の匂いがしねえんだよ。わらわを見ろよ。わらわこそ人間だろうが。家具のくせに、わらわよりも完成されたかのような、達観したかのようなことを言うんじゃねえ。醜い、その未練があなたの正体なの。未練じゃねえ、それが生きるってもんだ。指輪もらったから死んでもいいとか、理解できねえ。
さっぱりがっかり愕然呆然、全然ダメだぜ。お嬢様、少し品がないかと。うるさいわ、カグが。さあの、楽に死なせてもらえると思うなよ。舌を噛むなら今のうちだ。哀れね、もしも私の目にあなたのその姿が映って、それが見えるなら己が醜さにおののくといい。安心しろよ、てめえはそれよりさらにめちゃくちゃぐちゃぐちゃに生きながら醜く潰してやるからよ。源氏様、仕上がったのを先に休みなさい。はい、ありがとうございます、源氏様。よく頑張った。お前ももう休むといい。はい、ありがとうございます、賢治様。それ、つまらぬやつ。生命の風船は針にてつき、威勢よく割るから面白いのだろうが。見事です、源氏。それでこそ家具です。ありがとうございます。それではベアトリーチェ様、ロノウェ様、これをもって私の最後のお務めとし、おいとまをさせていただきます。わらわの楽しみを勝手に奪いおって、この二人をギッタギタのぐっちゃぐちゃにしたかった分、そなたがそれを変わるのであろうな。ご苦労でした。あなたは私の最高のしもべです。これまでの労をねぎらうに値する安らかな眠りを、あなたへの最後の褒美として取らせましょう。ちょ、おい、勝手な真似を。なんだよ、ロノウェ。拍子抜けでつまらぬぞ。お嬢様は偉大なる大魔女ではございませんか。
この程度気に留めるほどにもございませんよ。シャノンごときの挑発で頭に血を昇らせるなどらしくもない。これは確かに不気味ですね。なるほど。過去の使用人たちがいろいろと騒ぎたくなる気持ちもわかるものです。